バツイチリターンライダーでコミネマチャンネル管理人です。私はコミネマンブラックというドメインを取って、ワードプレスで、ブログもしてるんですけども、そちらの方で、Google AdSense を載せています。先日、ワードプレスのブログの方で、Google から警告を受けました。内容は、どういうことかというと、アダルト商品を紹介しているところに、Google AdSense を載せてはいけないという警告でした。何がアダルト商品かというと、ペペローションの紹介のページでした。ペペローションの紹介といってもアダルトに使うのではなくて、私はペペ剃り、ヒゲを剃ったりですね、頭髪を剃ったりするときに使う用途としてペペローションを紹介してたんですけども、それでもダメだということでした。アダルトとして紹介してるのではなくて、ペペ剃り、ヒゲ剃りとかにも使えますよという用途で、紹介してると言っても、これは Google 様が許してはいただけませんね。 Google からの警告は、何もこれに対して対処しないとアカウントを停止しますよということでしたので、コミネマンブラックの方のブログ記事、これはそのページは削除しました。やむを得ません。また YouTube の動画の方も広告配信がしないようにちゃんと操作をしておきました。いや、びっくりしましたよ。確かにペペローションはアダルト商品なんですが、そうじゃない使い方ということで、便利かなと思ってご紹介したんですけども、皆さんもアダルト商品的なものをこう紹介したり、動画に載せるともしかしたら警告が来るかもしれませんので、お気をつけください。今日は、Google 様から警告が来たという元ブログでした。ご視聴ありがとうございます。それではまた。